どうもー、ありがとうございます。はいはいはい。さあ、それではじゃあ一発目やってみましょうか。はい、せーの、スイッチオン。ということで、どうもサンテーハランティのスイッチオンマンです。はい、お願いします、はい、やってみましょうかって言っても誰も言ってないからわかんないです。わかんないですね。はい、ということで、ついにこの日、うん、衝撃感謝祭がやってまいりました。はいはいはい、やってまいりました。はい、楽しみです。さあ、岡野さんいかがですか、まあ、ご気分は。はい、めちゃめちゃ今日は朝から、だからいつもこういう遅刻とか怖いんですけど、はい、今日は、朝3時から3時、衝撃感謝祭があるということで、はい、起きてまして、だいぶ早いところから、はい、で僕今日ちょうどお父さんの誕生日で、はい、あ、そうなんですか。お父さんにもあの LINE して、はい、今日僕は衝撃感謝祭に行くよって LINE して、はいはい、はって帰ってきました。まあね、説明してないから何も分からないですね。説明してないんで僕も。はい、ただめちゃめちゃワクワクしてます。ありがとうございます。はい、さあ、それではもうね、皆さんもお待ちかねだと思いますので、はい、早速本日衝撃感謝祭に駆けつけてくださった皆様、ご紹介したいと思います。さあ、それではステージに皆さんお願いいたします。来るよ皆さん。はい、いっぱい行きます。さあ、皆さん拍手でお迎えください。お願いします。よろしくお願いします。さあ、いや、すごいメンバー揃っております。さあ、さあ、それではですね、皆さんご紹介していきたいと思います。うん、まず、お笑い芸人岡野陽一さん、諸角ゲンズブールさん、出ちゃう編集部チリビトーさん、ワンゲーム TV よりテツさん、テカル TVZ からユーチャロさん、ハローズスクリーンシーサさん、出ちゃう編集部非現人さん、ピスタチオ田中さん、ワンゲーム TV よりヨウスケさん、葵ちゃん、テカル TVZ からモーちゃん。さあ、そして我々以外にもですね、すでに志田コーナーで活躍してくださっているワンゲーム TV ガット石神さん、パチンコ必勝版プラスキズナリンさん、出ちゃう編集部あかねえさん、本日ですね、以上総勢14名の皆様と一緒に衝撃感謝祭を盛り上げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しみだ。さあ、そしてすでに隣の会場ではですね、新機種ピーガロゴールドインパクトのシダや、うん、歴代パチンコガロの展示を行っております。ステージではですね、14人の皆さんに赤組、青組と分かれていただき、チーム対抗で実機バトル、クイズなどに参戦していただきます。最後に勝利数が多い組がですね、ゴールドインパクト王の称号を獲得することができます。はい、でさらにそれだけじゃありません、副賞としてガロのオリジナルグッズというのもございますので、絶対欲しい、絶対欲しい、真剣勝負でお願いします。絶対欲しい、絶対取ろう、絶対勝つ、勝つ、絶対よ。それではですね、衝撃感謝祭の意気込みを、赤組を代表して、非現人さん、お願いします。はい、今日はダブルで嬉しいです。一つ目なんですね。早いよ、なんかわかんない、ダブルでいいよ、早い早い、みんな取ってください。何今の、ダブルで嬉しいか、説明に入ろうね、これ。じゃあな、一つ目は、まあ、10作目となるガロゴールドインパクトが登場することでしょ。うんうん、もう一つ、こっちの方ね、はい、もう一つ嬉しいのが、久しぶりにこうやってユーザーさんみんなで遊べるようなイベントが開催できるんだ。間違いない。何よりも嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。久々の、はい、ありがとう。もう私、ヒゲロジン、見てください、ゴールドインパクト仕様にしてきましたから。金色金色になってますね、もうすでに。いつもね、いつも。これ採点入ってるんでしょ。あ、もう、はい、これポイント入ってますよ、ポイント入ってます。はい、僕の、はい、あれポイント入ってますんで、僕のポイント、僕のポイント。ということで、続きまして青組を代表してテツさん、お願いします。はい、よろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。いや、僕ら普段結構その個別というか、うん、あまり人前に出る仕事をではないんですよね。カメラの前とかでやれるんで、あのこういう会場でやるのってテンションがむちゃくちゃ上がるんですよね。うん、あのこの全員上がってると思うんですけれども、うん、はい、まあ青の方が、うん、よりね、ガロが好きでテンション上がってるぞ。そりゃそう、そりゃそう、いやいやいや、そりゃそう、そう、見せていきたいと。大丈夫、準備もいけます。大丈夫、どうした。オンマン、このコメントマイナスだろ、つけとけよ、ちゃんマイナスってないでしょ。トークでも採点も入ってますんで、入るの、皆さん発言には気をつけてね。あ、すごい、入るんだ、入るんだ、しかも減点もあるんですね。ということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということで、今日は青と赤のですね、バチバチの戦い、はい、繰り広げていきたいと思います。はい、さあ、それでは
衝撃感謝祭をスタートしたいと思いますので、うん、岡野さん掛け声をお願いいたします。じゃあ私がガーッと言ったらローッと言いましょうか。少ないガーッと言ったらローッと短いんですよ。もっと長いのください。あ、もっと長いの方がいいですか。すみません。じゃあもうパチンコガロー衝撃感謝祭と言ったら、スイッチオンでいきましょう。はい、皆さん心の中でスイッチオンと。そうですね、お客さんがいます。声出せないから、じゃあ行きましょう。はい、パチンコガロー衝撃感謝祭スイッチオン。誰もやってない。誰もやってない。いいんだいいんだ。ガロゴールドインパクト決定戦ファーストバトル。俺がやりたかった。さあついにやってまいりました、うん、ゴールドインパクト決定戦。はい、はい、今回司会は私スイッチオンマンと諸住ゲンブルズ。はいはい、せっかくそんなに勝てたらダメだろう。せっかくうまくいってたのに。マスクのせいです。マスクのせいね。諸住ゲンズブールさんとお送りしていきます。よろしくお願いいたします。ではですね、はい、早速なんですけども、バトル参戦者の皆さん、はい、ご紹介したいと思います。はい、お願いします。青組岡野陽一さん。やったー、ありがとうございます。はい、ケツさん。はい、ゆうちゃろさん。はい、応援で赤姉さん。はい、はい、お願いします。赤姉さん、ややこしい。なんで俺飛ばした。ややこしい。なんで俺飛ばしたの。ガット石神さん。ガットじゃない、ガットだよ。もうなんでそこ間違えたの。じゃあ続いて赤組、はい、シーサさん、はい、ヒゲンジンさん、ヨウスケさん、はい、よいしょ、キズナリンさん、はい、はい、そしてモーちゃんが応援ということで、応援さんのサポートは任せる。お願いします。ではこの後簡単にバトルのルールをご説明したいと思います。はい、お願いします。はい、ファーストバトルは早掛けバトルと、はい、早掛けですね。はい、はい、台はですね、当たりやすい確率になっております。はい、チーム4人が打って各自の図柄確定までの合計タイムを競います。はい、はい、合計タイムが少ないチームが勝利となります。ほう、前半後半で各チーム2名ずつ打っていただきます。はい、で実機はですね、図柄決まりで液晶が停止する特別仕様と、うん、はい、なっております。チームを代表して、はい、はい、じゃあコメントいただきましょうかね。そうですね、はい、じゃあまずは青ゆうちゃんさん。はい、ここでちょっと意気込みをお願いします。意気込み、はい、青と赤じゃないですか、はい、で3世のこのスイッチのマークって青じゃないですか、はい、だから僕らがだから正規軍というか、確かにね、3世公式の方に、まあ、確かに、あっちがレジスタントですよ、うん、間違いないよ、ね、こんなもんね、赤なんてねえんだよ。保留とかタイトルで考えてみるよ。ほんまや、いいよお前、青保留だよ、青タイトルだよ、青タイトルだよ。でも俺ら3世の青だから、多分会場の皆さんも間違いなく俺らを応援してくれてるはず。青、なるほどなるほど、じゃあ青応援してる方いきますよ、せーの、スイッチオン。ほら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 、わかんない、わかんない、わかんない、何風にやっても。続いて赤組の方にもちょっと意気込みをね、はい、お願いしたいと思います。じゃあ赤組は、陽介さん、はい、お願いしてもいいですか。今回早掛けで時間が止まるまでってことですよね。図柄が止まるまでってことです。ってことは、一番有利なのはノーマルビタですね。ほら、これが取ればもうパーフェクトに決まるって、もしかしたらそういうレアな映像もね、お届けできるかもしれないし、もちろん当たりやすいっていうことでね、多分皆さん初めてゴールドインパクトの演出とかご覧になれると思います。ぜひともね、いい演出出して楽しみにしてほしいと思います。はい、ありがとうございます。さあね、この今回このバトル、ファーストバトルですけども、はい、今回合計3つのバトルをね、そうですね、用意しております。3種類あります、うん、はい、皆さん楽しみにしておいてください。はい、はい、では前半の方々着席をお願いします。前半の参戦者は青組岡野陽一さん、ガット石神さん、よっしゃ、赤組シーサさん、陽介さんです。よーやってよ、はい、絶対に勝つよ。それでは行ってみましょう、バトルスタート。よっしゃ、スイッチオン。いや、サンドないです、サンドないです。どうぞ。サンドラ、サンドラです。大丈夫、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 今日は入れなくていいんですよ。サンドない、今日は大丈夫、今日はただで打てます。やばいやばい、今日はただで打てます。ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。なんかやっぱ新筐体なんで、もう見た目から違いますよね。そうなんですよね、はい、でかい、完全新枠となっております。めちゃめちゃ綺麗だ、迫力がね、はい、でか。
スーちゃんはこれ演出の流れとしてはどれに近いの今までのシリーズで。そうですね、演出の流れ前回のシンガロ2がですね結構どこでも当たる感じだったと思うんですよね、うん、そうですね、シンプルでしたもんね、はい、それに比べるとどちらかというと王道の、まあ、ガロ SP 中心にっていう感じになっております、なるほど、はい、なるほど、ただ打感も金色になれとかそうです、ね、ゴールドストームショートとか龍河、はい、シリーズっぽいかなっていう感じはしますよね。そうですね、うん、はい、そしてまあなんといってもその超大型液晶25.2 インチのすごいでかいのよ、超でかいよ。でね、これ今は撮影がちょっとねカメラ入ってるんでできないんですけど、はい、あの 3D これねめちゃくちゃすごいんですよ、ね、これすごかったですね、はい、僕も知らさせていただきましたけど迫力がね本当にすごかったですね。なんで皆さんぜひですね実際ホールさんで打っていただくときはこの 3D オンにして、おっとぶれた、はい、おっと早速動きが、嘘だろ。さあちなみに今日はですね50分の1の、はい、大当たりが降りてます。え、50分の1、50分の1で、制限時間が15分ですね、はい、シーサさん当たらないことを期待してます。やべ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 、シーサさんやめなさいよ。当たらない方はもう来てよ。おっと、さあシーサさんいきなりこれがですね、はい、今回の FOG 3D4G、 さあそして発展先が通常のガロー SP の中では一番期待度の高いですね、こちら一番大撃破と。当たるやん、こんなの。赤い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 赤さすが、やばいやばい。さあどうでしょうか。さあそしてですね注目ポイント、この後当たるよ、はい、あの今回衝撃ルートという非常にですね大きなチャンスアップがございます、はい、でこの1万体撃破は必ず、1万、衝撃ルート発生しますので皆さんぜひご覧ください。はい、この立ち煽りからですね、立ち煽りからやばいやばい、あおかっけー、衝撃、はい、衝撃で今ちょっとね音量小さいんであれなんですけど、ここの衝撃ルートになったら楽曲もですね変わっておりまして、あめちゃくちゃ楽曲、あおりが来ました、あおりが来ました、岡野さんはあ、そういうのさ、ナイス、タッチしかない、タッチ、なになに、さあ岡野さんの方が、さあこれがですねいわゆるガロケン保留、はい、となっております。さあどうだ、シーサさんは、あれ、シーサさんそれまさか、まさか、いやいやいや、いや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 、あれほら復活がさ、復活、もちろん復活ございますよ、やめろ、はい、やめろ、復活、どうだ、うわー、おい、おい、シーサさん、シーサさん、あるよ、おい、青組やったな、これ、あるよ、やったな、これこちらも一番大撃破、岡野さんにチャンスが来てます、これはチャンスだ。さあ、同じリーチではありますけども、青い、青いよ、青い、ありがとうございます、岡野さん、レインボーはもちろん大当たり濃厚となっております。さあ岡野さんの残り山は数字が揃うのを待つだけと、はい、ただ今からもしかしたらノーマルピタとかだったら早追いつけるかもしれないですからね、やばい、めっちゃプレッシャー来たけど、うわすげえ、いやいい決まり方でしたね今ね、レインボーだ、あるかと思いきや気持ちがいい。さあここも衝撃ルート発生しております。最高だ、面白いぞなんだこれ、あ、俺も剣が刺さったよ、何だった、何ガロケン保留いただきました、伊勢之助さんもガロケン保留、はい、あ、さあじゃあ岡野さん決めちゃってください、ザンザン、行くよ、ナイスです。さあこれで岡野さんがまず、はい、一番乗りと、ということで、早かったですね、はい、全然違う、まずいぞ。さあ、で、この後ですね、一応昇格演出終わるまでという形になっておりますので、そこまでご覧いただければと思います。さあ、これで IOG インパクトオブガロン、今回は手元から出てくるようになってます。ここから出るんだ、はい、若干可愛いですね、そうです、そうなんですよ、はい、マジっすか、今までは頭の上でしたけれども、今回は手元から出てくるようになっております。さあそしてこれ昇格演出ですね、3号7図柄だったらこれでしょ、直行となります、出るでしょ、行くよ、お願い、なんでなんで、ただ今回は本来であればこの後のラウンドバトルがメインなので、まあ、ここはですね、はい、そこまで気にせずにというところ。さあこれで図柄決定ということで、岡野さんがですね、はい、5分20秒くらいですかね、はい、一抜けという形になりました。さあ、これはもう、これは、そう、もう10分切っております、残り10分切っております、はい、僕も一番大撃破で、さあ、洋介さんも衝撃ルート、衝撃ルート通りましたね、
やめやめ、陽介さん、そうここは審査さんの敵を陽介さんが、陽介さんやめて、ぜひさすがに、さあここも一番大撃破、今日一番大撃破がちょっと多い感じではありますけれども、さすがにこれで外してたら青組なんかこっち仕込んでると思うよ俺怪しいよね、なんてことだ、やらせたらね、ここはなんてこと言うんだ、はい、ちょっと青組は全然グレープが多い、グレープ多いっすね、はい、お願いします、さあどうだ、いいぞおい、やったな、おい仕込んでないぞ、おいやってんだよこれ、やってないよ、大チャンスですこれで、やってないよ、赤タイトルやったぞ、復活ある、復活あるよね、ないよ、いいさ、ないよ、ガロホリ来てる、あちょっと待って、ガロホリ来てんじゃん、ちょっと待って、ガロホリ来てガロホリ、マジでじゃあ大丈夫です、皆さんお待たせしました、さあそして右上にですね魔天使が裁判を持っております、はい、はい、黄金騎士だった、これで出てくる文字で期待とした黄金騎士は大チャンス、これはすごいよ、ガロホリウは大丈夫でしょう、これ外したら次回から呼んでもらえないよ俺さあそしてこれが今回の召喚演出です、うわー、はい、すげえ、さあどうだ、はい、これで 3DA4G でタッチすると期待度を示唆してくれます、あちょっと今間に合わなかった、はい、さあ今回そういう新要素もね結構いろいろね、はい、要素あります、でこれがですねボエル、ボエル SP となっておりまして、赤タイトル、赤タイトル、もう大丈夫だ、ボエルさん、審査さんもう大丈夫です、さっき外しましたよ、赤タイトル、いやもう3回目はないんで、ないガロホリュー、ガロホリュー、はい、もう大丈夫です、さあどうだ陽介さん、この後衝撃ルートなら大チャンス、またねタッチが煽りが来ればいいですよね、はい、ガロホリューも絡んでますね、そうなんですね、はい、もちろんノーマルルートでもこれ十分勝機あります、間違いない、はい、やめろ、どんどんフラグが建築されていくんですからね、どん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 フラグが、さあどうだ、ここでボタンとか出てくると、おー、ボタン出た、お願いします、オッケー、素晴らしい、危ない危ない、さあ陽介さんが岡野さんに続いて大当たり、いや、かっこいい、いや、すごいわ、これ映像よりも本当ね、自分自身で、ご覧いただいた方がよりね、はい、かっこよくなっておりますんで、はい、出ちゃうぜ、やめろ、あ、抜いた、先生、はい、さあ、それでは、陽介さんが最後召喚するというところになっております、いや、もう金色になりましょう、単発だ岡野さん、人の願わない、ここは勝負してない、勝負じゃないですからね、単発だ、さあ、どうだ、押し込め、やめろ、単発だ、まあ、ここは基本的にはですね、昇格よりもこの後のラウンドバトル期待となっておりますので、あ、そうか、中でやるんですよね、大丈夫です、はい、そうですね、そうか、人数柄です、これ5分です、5分、ちょっと待って、5分だったんだ、なのでこれね、どっちかは当ててほしい、そうですね、はい、どっちか、でも一中2人が当たんないよと想定してなかったですね、そうですよ、だってすぐ当たるって言ってましたもんね、50分の1ですからね、50分の1、言えないときは引けないですからね、今回はですね、前回のまあシンガロ2ほどではないですけれども、結構ですね、歴代のガロに比べると演出頻度、まあ、少し下がってるかなと、でその分何が起こればまあ期待度があるよというところのバランスにはなっておりますね、やっぱ何かじゃ起きたら結構期待していいわけですね、そうですね、はい、残り2分を3分の1ですね、もうさ、チャンスはビーチの種類によってはもう緑ある、シンさん、いや、お待たせしました、シンさんで青保留がしました、こっち緑保留、緑保留青より勝ち、緑の勝ち、ガッツさん、あまりそうじゃね、今エビクロだ、ガロホリュー、ガロホリュー、やばい、さすが、おめでとうございます、さあ、1分半打ったところ立ち上がるな、見えない立ち上がるな、何の話だろ、座ってろよ、ちょっとさあ、また1万体、人間の一番大変、今時間がないのか、時間がないよ、あと1分よ、リベンジですよ、リベンジ、おい一番大変、一番大激や、いやもう同じ、もう大丈夫、もう大丈夫、さすがにこれ審査さんは今回は、ね、強そうですね、これはもらったんじゃないですかね、審査さんやめて、いやそうそう、やっぱ残りもう1分、ガロホリですから決まるかどうか、ここでですよ、でも残り44秒、さあ、審査さんはなんとかいけそうか、図柄が止まるまでですよ、止まるまで止まるまでです、え、有効
行でしょこれ。いや15分なの違う。そう15分で。呼ばれないんじゃないか俺はなんとかギリギリセーフ大丈夫全然呼ばれる。いやでもね見てて面白かったですよ。シーサーさん の連続で外すのを横で見てるモーちゃんがもうホールで見るお金なくなってた人みたいなしたのでねずっとこうやってあーソートル前半戦が終わりましたので、はい、ちょこれタイムの、はいはい、発表させていきます。はい、まずシーサーさん、はいはい、結果15分はい、言わないやろ、15分ね。当ててないのに15分あげるんですか。陽介さん、8分38秒。ありがとうございます。悪くないタイムですね。はい、はい、これで赤チーム、前半戦合計が23分38秒。はい、なるほど。あ、そういうことか、そういう計算なんだ。はい、はい、足してきます。今理解したみたいな言い方やめてください。分かってたでしょ。分かってなかったでしょ。俺はルール理解してなかったから、しょうがないんですよ。そんなことないです。続いて、青組、はい、岡野陽一さん。はい、5分14秒さすがでございます。ありがとうございます、本当に。さあ、そしてガット石上さん、最後当てましたけれども、うん、15分と。あ、ダメなんだ。納得いかんな、これな。納得いかん。ダメなんだ。当ててんのにね。さあ、ということで、青チームが合計で20分14秒ということで、現時点では青組が有利と。あー、リードしているということで。さあ、頑張ってね。ではもう早速、後半戦の。行きましょう。はい、準備に移りましょうか。はい、行きましょう。後半戦、青組、哲さん、ゆうちゃろさん。はい。赤組、ヒゲンジンさん、キズナリンさんです。よし、強そう。さあ、頑張れよ、叩き取ったよ、いいんで。それでは行ってみましょう。後半バトル、スタート。お願いします。さあ、1番どうぞ、後ろしてください。頼みますよ。唯一、こう行ってるんですよ。こう行って、ほんとだ。
当たらない。あの台は当たらない。この台当たらないとか。大丈夫。大丈夫だよ。タッチ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 。全然ある。ダメだ。色が変わりますんでね。シンガロ2の方が変わってきますけども。シンガロ2みたいなこういうのとも当たることあんの？シンガロ2だったら当たります。シンガロ2だったら。ボールの一発とかも全然当たることあります。全然当たるの。ダメよ。当たる可能性あります。大丈夫大丈夫。血液あたりも結構あるんですか？あ、全然あります。はい。さあ、そして絶対ない。絶対ない。いいよ。外れる瞬間は外れる。そうですね。さあ、もう5分経過。残りは10分切ろうとしております。来た。あった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 本当にあった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 あります。すげえ。あります。復活復活です。マジか。あそこから復活するとはちょっとね。あの台いや、いや本当にゴールドインパクトも血液あたりありますよ。あるよ。あるまあまあまあ、ここはね。さあ、これでヒゲさんがゼララゴロイと。やっけー。おめでとう。ありがとう。ナイスナイスナイス。おめでとうございます。さすがゴールドインパクト。あとは青チームが当てないだけ。そう。あ、青がそもそもカメラが回ってこないんですよ。いやいやいや、YouTube ですからね、2人とも。YouTube、よし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 。鉄さん、来たこれ。鉄さん、チャンスが来ました。いや、今回から導入されたですね。いや、すごいね。自分で喋んなくても、みんな喋ってくれるんだね。いつもこうならいいのにね。さあ、このガラ SP 発展した時点で、51.4% の期待度と大チャンスとなっております。はい。さあ、ただ発展先がですね、ヘデリックスと呼ばれる、今回のガラエスピの中では一番、まあ、期待度が低い発展策となってるんですけれども、どうでしょうか。ああ、そうなの。タイトルでね、また変わってきますからね。そうですね。赤さあ、赤になりますよ。青い、やばい、やばい、やばい、青い、やばい、やばい、青からでも当たりますっていう。大丈夫ですか。いや、まだ全然。さあ、できれば衝撃ルートがあればなお。さあ、どうだ。はい。おお。おお。すごい。当たった。これはすごい。今のは。おお。すごい。ああ。こっちも来た。当たるんですか。こっちも来た。なのでゆうちゃんさんも。こっちも来た。こっちも来た。やっとカメラが。シャワーシャッパーシャッ。青組がいいぞ。赤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 。いいよ。じゃあ次行きますね。いいよ。さあ、青組がいきなり散々負け続けてる男ですよ。さあ、テツさんが力揃い。ああ、はい、ここはね。さあ、さあ、これテツさんがゴールで両方行く、両方行く、両方行く。さあ、バトルも半分を通過しております。何これ。さあ、パチンコ屋でリーチを今のおじさんのような格好で。いいよ。足を組んでプライベート感がすごい。背もたれに手かけるってなかなかいいね。いいよな。え、なになに P ゴールドインパクト1月23導入です。おー、CM やるね。赤が下がった。赤タイトル。いいよ。これはもう青組大チャンスです。これはいけるよ。ここで決まってしまうと。じゃあみんな行くよ。はい、会場のみんなも一緒に。やるゴールドインパクトはせーの1月23導入。違う、違う違う。忘れてんのよ。おい、画面見て。おい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 、画面、画面見て。外れてんのよ。さあ、あるあー、嘘だろ。ダメだ。嘘だろ。ダメだよ。当てれないよ。だから俺呼ぶなっつったんだよ。でもしこのまま終わった場合、はい、めちゃめちゃ微妙じゃないですか。微妙なんですよ。ヒゲンジンさんがものすごく早く当てました、はい、でそっか、青組は前半戦で岡野さんがすごく早く当てました。いや、いい勝負かもしれない。めちゃくちゃいい勝負です。差が分かんないですよね。分かんないですね。あ、ちょっと待って、赤オリュウ。赤オリュウ。いや、これは赤い、赤い、これは頼むぞ、頼むぞ、ゆうちゃろさん。え、刺さる。あー、赤オリュウからガロオリュウ。これは来たよ。素晴らしい。これは時間間に合うよ。まだある、まだある、時間がある、時間がある、まだある、まだ紹介演出は。シャン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 。オーケー。これで 3DFOG。 さあ、これが緑、まあ、緑はデフォですね。これが当たればもう、はい、これが青組の勝利と言って多分いいと思います。閉店のお時間です。閉店のお時間です。大丈夫よ。
大丈夫大丈夫。分からん。さあ残り2分。あいやこれは行くでしょ。ここまで来れば、ここまで来れば大丈夫だ。行く。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。いや、嫌な予感するわ。嫌な予感するのよ。まだ、まだ早い。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 え、ちょっと待って。ブルータ。リンちゃんになった。キッタリンさんも。ブルータ。何？ブルータ。ブルブル。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。オープニング。こっちの方が早いもんでも。オープニング予告、オープニング予告、もう遅いんだよ。さあ行くぞみんな。会場のみんな行くよ。せーの、1月23導入。あー、ゆうたろうさんが当たりました。ただ残り時間がもう1分18秒。いつ菅原が止まるか。はい、あ、行きますよ、行きますよ皆さん。はい、行きますよ。せーの、ここ、こっち向く、こっち向く。せーの、こんにちは。結構長いのよね。こっからがあればもう少しあります。あ、大丈夫大丈夫。残り1分切りました。入ります。いいの、いいの。残り40秒のところですね。はい、ギリギリで決めて。さあ、そしてキッタリンさんもさ、当たるまでいくかどうか。さあ、これで最後30秒終わるまで当てて、当てて、当てて、また当てた。やー、ただ揃うかな。何合うかな。そうですね、あとあと30秒切っております。もう20秒、これ止まんないんじゃない、これ。だってさあ残り10 9 8 7 6 5 4 3 2 1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 
かルールだから。ルールだよ。はい。はいはい。おめでとう15分です。さあこれで15分が終了しております。審査さん以外全当てましたね。ね、そうですね。嘘嘘。嘘嘘嘘嘘。当たってない人。当たってない人。審査さんだけです。審査さんだけですよ。はい。50分の1やぞ。できんです、できん。あの、見せ場はありましたじゃあ、青はすぐに当てられました。岡野さん。あ、いや、もうめちゃめちゃ映像も綺麗で。うん、ま、僕の理想ですけど、ホールにもこの50分の1で入れてほしい。理想は。はい。理想は、ね、今日特別ですからね。だからそれもやっぱ審査さんは当てれないですよね。ああ、そうですね。こういうのはホールで撮っとくの。本番にね。じゃあ、ヒゲさん、よろしいですか。はい、なんかあの、スイッチオーマンが言ってた通り、初めの3回ぐらいの大当たりは、はい、うん、衝撃ルート経由の1万体撃破っていう、ね、ルートだったんで、うん、あ、全部こういう当たりで当たるのかなって見てたんですよ、うん、そしたら後半戦の3人、うん、青の一番期待低いガロエスピーとかで、うん、ガンガン当たるじゃないですか。そうなんですよ。オンマンこれ血液当たりありますよ。ありますね。これは打ち込みがいがありそうです、うん、完璧なコメントです。まあ、短い時間でしたけどね、はい、あの、いろんなパターンの当たりが見えたかなと思いますけども、はい、さあでは結果が届きました、はい、では発表したいと思います。お願いします。どうなの？まず赤組、ヒゲンジンさん、はい、5分23秒。早い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 。さあ、続いてキザリンさん、当てましたけれども残念15分。よかったな。リンちゃんも良かったですけどね。当てたから当てたから、リンちゃんは。リンちゃんは。じゃあ、合計はじゃあ最後にまとめて発表しましょうか。そうですね。まずは青組を発表しましょうか。はい。はい、テッツさん、はい、8分15秒。いやー、早かったね。早かったからね。どうなの？結構同じぐらいですね。うん、さあ、そしてゆうちゃろさん。はい、14分27秒なんとだね、15分だよ、そっちの差がね。そういうところで、はい、じゃあ、前半後半合計です。はい、本当わかんない。まず赤組、うん、44分1秒お、44分1秒、ね、早いとこ遅いとこわかんない。青チーム合計42分50秒ということで、青組の勝利。やった。ファーストバトルは青組の勝利でございます。よかった。ファーストバトル、はい、これで終了となりますけれども、うん、この後も実機バトル、そしてこの後ガロクイズ王決定戦とか、はい、ガロンパといったですね、対決続いていきますので、皆さんまだまだ楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします、はい、よし。以上、ゴールドインパクト王決定戦ファーストバトルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、面白い面白
クイズ王決定戦。本気でいくぜ。さあ行きましょう。司会は私スイッチオンマットチリ尾藤さんで。よろしくお願いいたします。さあ、このコーナーはですね、青組赤組の対抗戦で前半戦後半戦で参戦者が入れ替わります。はい。はい、ではまず前半の皆様ご紹介しましょう。青組諸住ゲンズブールさん。よろしくお願いします。お願いします。手ガット石神さん。お願いします。さあそして赤姉さん。よろしくお願いします。はい、お願いします。赤組シーサさん。はい、はい、もう準備万端ですね。はい、ヒゲンジンさん。はい。そして葵ちゃん。お願いします。さあもう連携バッチリという感じとなっております。で最初はですね早押しクイズとなっております。お、はい、で間違えたら、まあ、一応ですね1回お休みというところで、はい、なので心して、はい、答えていただければと思います。ね、はいはい、では早速いってみましょう。クイズスタート。スイッチオン。問題。はい、いちごスイーツ。待って、読めました。はい、ごめんなさい、すみません、読みすぎました。読みました。解けただけでしょ。だいたい早押しっていちご正解って言うでしょ。みんな正解は言ってからにしてほしいかったな。もう一回やっていいですか。もう一回。じゃあ、シュースさん、レッドレクイエム。正解。おー、 CR ガロレッドレクイエム。いや、なんで分かって、問題読んでないですよ。我々はモニターを…モニター、後ろにも出てますけれども。じゃあもうどんどんいきますよ。はい、お願いします。問題。はい、2019年 P ガロ西島甲賀に搭載された IFOG、 この正式名称は何でしょうか。あ、青ちゃん、はい、はい、イルミネーションフェイスオブ…ん？ IFOG だからイルミネーションフェイスオブガロ。残念。残念、違います。さあ、フェイスオブガロ合ってるでしょ。あー、はいはいはい、モロゲさん、モロゲさん、イリュージョン。イリュージョン、フェイスオブガロ正解。さあ、ということで正解はイリュージョンフェイスオブガロでございました。はい、さあどんどんいきますよ。はい、行きましょう。問題。 CR ガロ西島甲賀の ST 抜け後モード、番犬所モードは初代ガロの番犬所の3人が図柄を変動させる。はい、早い。さあ早い、モロゲンさん。ケールベルでしょ。はい、ケルケイルベル。はい、じゃあ問題続きを読ませていただきます。はい、番犬所の3人が図柄を変動させるモードとなっております。この3人の新刊ケイル、ベル、もう一人の名前は何でしょうか。シュさん、ロール。あー、残念。欲しい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 。はい、池さん、ロースで欲しい、欲しいんでしょ。ローズ正解。やったー、え、すごい。さあ、ということでここまで早押しだったんですけれども、はいはい、またちょっとね、ここから、ね、はい、クイズが変わるということで、はい、書き問題にここからになりますと、はい、全員もちろん回答してもらって、正解したら1人につき1ポイント。さあ、いきます。問題。鎧召喚室や振り物予告で登場する大チャンスキャラクターの名前は何でしょうか。さっきも言ってたんですよ。そうですね、バトルの時に。ああ、そうだそうだ、それで私は出た出た、確か、はい、出ました。さっきの戦いでも出てたと。じゃあ、はい、出てました。一斉に皆さんフリップを見せてください、はい、どうぞどうぞ。ダンダン。さあ、じゃあ伊豆さんの方から。魔天使。吉井さん魔天使、葵ちゃんも魔天使と、はい、でこちら青組の魔天使、魔天使、魔天使。ちょ、字怪しくないか、なんか字がな、まあまあ、字がちょっとね。まあまあまあ、じゃあみんな魔天使ということで。はい、はい、じゃあ正解発表。あ、正解。はい、正解、魔天使でございます。はい、ちょ、真面目にやってれば勝てますよ。この時間、うん、真面目にやろ、真面目にやろうって話したもんね。はい、したこっちはチームワークで勝ったからね。さあ、もう、さあ、行きましょう。はい、タイトル予告の再炎上パターンで最も信頼度が低いバリエーションはシリーズごとに異なりますが、シアル、ガロ、魔界戦記鋼では希望、金色になるでは対岸、では魔界の花で採用された同様の期待度を持つ漢字二文字は何でしょうか。はい、これも ね、 ね、まあまあまあ、まあ、打てばもう必ず、まあまあ、ね、まあ、毎回ね、出てくるんじゃないかと。そうですね、はい。それではじゃあ皆さんフリップの方をお出しください。はい、じゃあ非現人対応、シスさんが継続、継続、葵ちゃんが対応と、はい、はい、そしてこちらガットさんが対応、
あかねえさん願望そしてもろげんさん元気自分の名前ちょっと待ってくれよ元気さ あ, 弱いぞさあ正解は何だったんでしょうか正解は待望ですよしさあこちらですね待望とこれは超難関だったなさあ次の問題ですはいP シンガロ2では大当たりで3000発濃厚となるリーチクローを搭載しておりますと天敗した図柄のホラーとのバトルに発展する特殊モードの名称は何でしょう漢字じゃなきゃだねまあ、まあ、漢字そうですねひらがなカタカナもいいカタカナでもよしとりあえずとりあえずそうですねはいさあそれでは皆さん一斉にどうぞどうぞさあこれはきついヒゲさんが魔獣ホラッシュホラッシュただちょっとこう左手を見てほしいですけど、はい、3000ってついてたかついてないかああなるほどなるほどなるほどで審査さんが何すか3000体撃破せよ3000だからね3000だから、はい、3000だからまあ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 3000体ってありそうじゃん確かに確かにありそうありそうで葵ちゃんがこれはとりあえず間を埋めるために間を埋めるためのありがとうございますはい、はい、さあそして、青チームがガットさん、魔獣ホラッシュ3000つけたとはいで茜さんホラーバトルモードそして、モロゲンさんが魔導筆ということでさあ正解はさあどうだったんでしょうか正解はいるのかな魔獣ホラッシュ3000おということで、ガットさんとヒゲさんがそれぞれ当たりとはい OKユーザーも OK オッケー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 すいませんガットさんさあどんどん行きたいと思いますいきましょうか、はい、問題初代 CR ガロ WX のポスターのキャッチコピーは何でしょ う, うもしあれだったら最初行っちゃいますあもし前半パート、はい、前半パート行っちゃいましょうかこれ前半パート言えば分かるじゃないですか行きますか、はい、前半パートは貴様の因果あその貴様の因果何々ですよ、はい下の句で下の句あぶねでは皆さん一斉にお願いしますどうぞどん、はい、さあ、ヒゲさんが解き放つチッさんも解き放つあれあおじゃがすご俺が解き放つ俺が解き放つ、はい、あれさあそして、ガットさんが断ち切るあかねさん風のごとくそしてモノゲンさん俺が断ち切るさあ正解は貴様の因果俺が解き放つということで、葵ちゃん正解でございます。すごい、よく俺が一人で来ましたね。はい。確かに聞いたことある。言いますよね、これ。はい。青チームに一人風林火山みたいな方いませんでした風のごとく。風のごとくということで。貴様の因果、はい、風が出る。これもかっこいいですけどね。なんなら次ぐらい出てきそうよ。さあ、ではさあ、はい、最後の問題。最後。イントロ問題です、次の楽曲をお聴きください、曲名の正式タイトルをお答えくださいということでイントロが今から流れると、はい、早押しねじゃあいきますよはいシスさんサイバーインザダークあーちょっと中途ガッツさんサイバーインザダークあーあーあーすごい欲しいすごい欲しいんだけどはいはい、池さんシーサーインザダークーシーサーインザダークではないですダンサーインザダークみたいななんか映画、はい、さあどうでしょうかもう一回ちょっと聞きます、はい、いやもうねセーバーインザダークねほぼ正解なんですよほぼ正解なんですけどもうねセーバーインザダークでも正解でいいぐらいはい、はい、シーサーケツにつくんだよセーバーオンザダークリンがオンになったさあモロゲンさんに乗せたわけじゃないですあれだサブタイみたいなサブタイあーだねさあそういうことでセーバーインザダークセーバーインザダーク2022あー残念ガロセーバーインザダーク2021これ今回のはいこのガロからそうですね取り直し、はい、取りためているというかそうですね、はい、前回の CM から去年の CM からですねはい搭載されているということで引っ掛けたな、まあ、ちょっとね引っ掛け問題結構意地悪な問題でしたけれどもさあ点数だけでしたねはい、それではですね結果発表いきたいと思います、はいはい、前半戦赤組9点
青組6点ということで、前半は赤組が勝利となります。ごめんなさい、これはまずいな、すまねー。さあ、ということでかなりね、あの白熱はしてるんですけれども、はい、これからですね、シダエリアで活躍中の皆さんとメンバー交代をさせていただきます。はい、はい、それでは前半戦の皆さんに拍手をお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは、ガロクイズ王決定戦後半いきたいと思います。さあ、ということで後半戦も青組赤組の対抗戦となります。はい、皆さんご紹介しましょう。まず青組、岡野陽一さん、哲さん、はい、ゆうちゃろさん、よろしくお願いします。はい、赤組陽介さん、はい、お願いします。はい、ピスタチオ田中さん、よいしょ、もうちゃんとなっております。はい、まずですね、先ほどと同じく早押しクイズからとなります。間違えたら1回お休みです。あ、はい、そういうことか。後半はこのね、ペカル TVZ のお二人も、ね、ガロといえばというお二人、はいはいはい、ただ勝ち目がないんですよ、あの真ん中のやつ。あの本当にガロマニアみたいなもんなんですよ、本当に。いやでもちょっとシダエリアの方から映像見させてもらいましたけど、うん、結構難しい。むずいむずい。あ、もうちゃんから見ても難しいと。ただ後半はもうここ仕様の問題になっておりますんで。待って、はい、それでは、ガロクイズ王決定戦後半戦行ってみたいと思います。お願いします。スイッチャー問題。ガロの役者、フェイスオブガロと同じくらいインパクトのある役者で、はい、はい、早い。まあまあまあ、こちらは譲りますよ、それは。いいんですか。どうぞどうぞ。これちゃんと調べてきました。はい、ガロ金色になれ。そう、合ってる。もうちゃん拍手が入った。はい、まあ正解です。あったー、はい、CR ガロ金色になれ。いや、悔しい。これはこれ、いや、誰でも知ってるでしょ。だいぶ簡単ですよ。まあ、これまあ1問目、1問目ですよ。はい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 、1問目ですから。これからね、はい、あ、こういうところ取ってもう大事、求めてると。じゃあどんどんいきますよ。はい、お願いします。問題。ガロ SP ディッシュの中でも特に期待度が高い。噛んだぞ今。早い、もうちゃん大合流。正解。マジすごいわ。どんな速度だ。俺らいらんぞ。失笑してるぞ。違う、お客さんがこいつじゃガチだなってなってる。お客さんも問題は噛んでるんですよ。早いからなんかどんどんこっちも天馬場して噛まないでください。問題だけ早いから。だ、もうちゃんの力がですね、早速次は映像問題になります。頼みますよ。はい、問題。ガロといえば戦隊激ハリシリーズですが、次の映像をご覧ください。こちらは何戦隊激ハリーチでしょうか。さあ、こちらと、はい、早い、はい、分かった分かった。あ、ちょっと、一応岡野さん、岡野さん、はい、一応ね、はい、いいの。いいの。いいの。8000。残念。しゃ自信満々じゃないですか。さあ、もうちゃん3000で正解。うわ、はい、完全体液アリーチ CR ガロ魔界石鋼です。今のなんで3000って分かったんですか。もう最初の背景が違いますから。もう違うの。ホラーのスーツ。おいおいおい、とんでもないやつがあるぞこれ。次は大丈夫です。むずいと思います。むずい、次むずいと思います。よし、問題。この画像は何の機種の鎧召喚でしょうか。何の機種。もう分かったけど、分かったけどな。ちょっと今これね、言ってもね、はい、うん、適当にも、はい、ね、ガロファイナル。あ、素晴らしい。正解。すごいな。正解、 CR ガロファイナル。あ、やつもそれ。いやいや、ごめんなさい、当たると思ってませんでした。すいません、これは冷え切ってますよ。大ブレッセー。冷え切ってますよ。お客さん大丈夫ですかこれ。次の問題とか一旦じゃ青組先に答えさせてあげるとかしましょうか。そう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 。じゃあ、いきますよ。はい、問題。よし、ゆっくりいけ。パチンコガロシリーズのファンアンケートで歴代1位の楽曲はガロセイバーインザダークですが、ハッピーガロ月光の旅人のファンアンケートで2位の曲は何でしょうか。さあ、これはでも分かりますよ。これはそうですね。3人答えた方がいいですよ、絶対。そう、確かに。はい、はい、哲さん。あの、お、大当たり中のやつ。いや、大当たり中のやつでしょうよ。名前がね、そう、正解ではあるけど、はい、名前が、名前はちょっと、名前まではね、歌ってもいいじゃないですか、もう歌っちゃっても。ガロー。ガロー。大体ガローって。大体ガローだ。ダメだ。じゃあ、頭言います。頭言います。我が、我が、我が、我がなは、ガロです。
自分がガロみたいな変なのつけたな。ちょっと分かんない。いや、正解正解正解、我が名はガロ。やーた、我が名はガロ。ここなんだ。じゃあここからは書き問題となります。書き問題、はい、問題。P ガロ月光の旅人のポスターのキャッチコピーは何でしょうか。あれ、むずいな。ただこの空白の漢字でむずくないっすか。いや、これ難しいな。ただね、これね、この中に一人絶対間違えちゃいけない人もいるんですよね。俺、あ、はいはいはい、誰、さあどうなんでしょうか。はい、は、はい、わかった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 。キャッチコピー、何文字とかもないんだ。無理だこれ。それでは皆さん一斉にお願いします。どうぞ。マジでわかんない。わからんこれ。マジでわかんない。ピスの方から、え、なんすかそのピスの方。超超前向き。みんなヒント、超前向き。私の今年の抱負ですこれ、はい、で、こう原点回避です。限定回帰じゃないの。あ、そう、回帰、回帰しちゃダメだよ。回帰したらいいやん。回帰したらいいやん。ねえ、ガチなやつ、ガチなやつ。限定回帰、引き回避といろいろ混ざって、いろいろ混ざっちゃった。新しいワードでしたけど、はい、で、初代継承、僕ら初代継承。あ、それだな、それだな、多分。で、岡野さんがガロ、鉄さん全超越、そして全超越か。ゆうちゃろさん、俺たちの未来。なんかブルガル。無理だよ。国内っすか。P ガロ月光の旅人、俺たちの未来。なんか最終回っぽいですね。しかも打ち切りっぽいよ。なんか違う機種にも見え、あの聞こえますけれども。さあ、無理だ。じゃあ正解発表したいと思います。正解は全超越。おらー、すごい。うわ、で、俺は全超越を取ってるんだって。そう。これはね、間違えるわけにはいかないから。やったー、めっちゃ嬉しい。さあ、じゃあ次の問題いきますよ。問題。シアル・ガロ魔界の花では隠れ ST という時短と見せかけて ST に昇格する仕様を搭載しておりました。昇格する際に登場するキャラクターを用いた隠れ ST の名称は何でしょうか。さあ、結構これもね、難易度的には難しいんだね。難しいんじゃないかなと。ゾーン、なんちゃらゾーン。それでは答え。でもこんな字だったよ。一斉にどうぞ。さあ、間違えた。何何、うわー、これや。アモンゾーン、キバゾーン、キバゾーン、ガロブースト、はい、ガロブースト、そして京本まさきゾーン、キバゾーン、呪い、だからそれ落ちた呪いやん。呪いやって。呪いがすごい。さあ、それでは正解発表したいと思います。正解はキバゾーン。すごい、素晴らしい。あ、ほらということで、あの、まあ、ゆうちゃろさんの、そうなんですね、はい、これ気分が、気分が 0.5 ポイントくださいよ。惜しかった。それ書きたかったよ。1個も合ってないから、それ口減らってる。1個も合ってない。さあ、ということで、正解がてつさんと、はい、もーちゃん。問題。金賞枠のこの部分にあるものは何でしょうか。どの部分よ。そうだろう。は？いや、これさ、これは超難問だったかな、もしかして。ここ外側っすよ、しかも。そうですそうです。外側見ないもんな、はい、あんまり。じゃあそれでは行きたいと思います。さあ、はい。はい。それでは行ってみましょう。どうぞ。どうどう。何その嘘、ちっちゃい、ちっちゃい、大人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 ね。で、釘止めのほらあるじゃないですか、ネジが止まってるところ、ここ部品の、それ問題にします。まずないと思うよ。ユズやろそれは。え、僕は指ハサミ注意って、あ、筐体に書いてありがちな、大きさにそれや、はい、で、岡野さん、雨、あ、監督、あ、監督のね、督、はい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 、うん、じゃあ、テッツさんがプラスプラスのネジです。プラス、あ、じゃあ、え、同じことだ、やっぱ同じことだ、え、嘘。さあ、そしてゆうちゃろさんがね、もうこれ以上、これね、一応ね、動画にするんで、ちょっとすみません、多分これモザイクかかるんじゃないかなと思いますよ。はい、ああいうのロゴ、あまりちょっとね、これ以上言えないですからね。はい、さあ、ということで、正解発表したいと思います。正解、雨。うわっ、雨宮監督のハグマーク。マジすごい、やった、すごい、これはすごい、ほら、素晴らしいですね。で、ちなみにこれね、あの、ゴールドインパクト、この枠にも入ってるんで、皆さんぜひね、あの、探してみてください。はい、そうなんです。さあ、どんどんいきましょう。次も書き問題、はい、問題。この携帯変化が、いや、知ってる、分かる、分かる、これは分かる、ひらがなです、ひらがなでいいです、ひらがなでいいです。はい、これ、完全一致じゃないとダメなんですか。基本、基本完全一致、
はい、なんか惜しいポイントみたいな。じゃあ全員が外れた時はそうですね、はい、一番近い人にします、はい、判定しましょうか。はい、さあそれでは行ってみましょう。一斉でお願いします。あ、もういいや。どうぞ。もうちゃん、いや、みんないい線いってる。あー、うわー、極みとか近いんや。極み翼人の方、うん、そうですよ。翼人は分かったんよ。じゃあこっちからこっち。極み翼人、はい、じゃあ、うん、え、ピスは翼人全根食器家老。あ、でもニュアンスは翼人が分かったんよ。だってでしょ、みんなも極み翼人家老王が完全根食器と。うわー、あってそう。はい、そうなる。そして陽介さんが広角重心、はいはいはい、よく聞くやつ。そして、ね、岡野さん、ガロ王が完全黄金、黄金、翼忘れちゃった。そして哲さん、ガロ王が翼人完全金色。そしてゆうちゃろさん、極み翼、極み翼、黄金金色ガロ。なんだそれ。僕は自信あります。僕は自信ある。絶対違うよ。じゃあ正解いきたいと思います、はい、正解は極み翼人ガローが完全金色ということで、皆さん欲しかったんですけど、もーちゃんが極み翼があれだったんで、まあ、1ポイント、はい、ゲットということで、はい、がないもん、ね、僕も頭合ってますよ、極み翼。違う、なんだそれ。みんな大体そのどこかは合ってるんですよ。ということで次が最終問題になります。最終問題、こちら早押しで最後はイントロ問題になります。問題、早い、早いから。次の楽曲をお聴きください。曲名の正式タイトルは何でしょうか。もう行くしかない。いいよ、いいよ、いいよ、いいですか、はい、行くしかない。セーバーインザダーク2021。残念。なんでさっきの、さっきのやつ、なんでさっきの、さっきのやつ、あ、さっきの言ってたの。さっきの答えだ。じゃあもう答えてもらえます。頼め。いや、ダメだよ。ダメですか。ちょ、あの、また制度、また制度。一回待って。一回だけ。ちょっと待った。ちょっと待った。もう一回、もう一回だけ聞きまして。もうちょっと聞きます。もうちょっと聞きたいと思うの。じゃあもう一回お願いします。もう一回お願いします。楽曲お願いします。お客さんやってじゃないよ。まあいいや。曲変わってねえか。曲変わってる。ちょっと忘れ始めてるやん。セーバーインザダーク。確かにセーバーインザダーク。そっちになっちゃったよ。寄っちゃった。そっち寄っちゃった。曲寄っちゃったよ。すまん、正解に寄せ始めてる。すまん、曲すまん、マジで余計なことして。すまん。さあ、もう一回だけお願いします。すまん。はい。あー、聞いたことあるよ。知ってる聞いたことあるよ。聞いたことある。みんな聞いたことある。すごい聞いたことある。あの、いや、僕らも何もしてないですからね。これあの、あれST 入らなかった時のやつ。まあそうなんですけど。じゃあ一か八か先行って。あ、じゃあ、はい、お願いします。ファンキーガッツマン。絶対違う。NCAT の。キャプテン翼の。それイリュージョン。石崎くんバージョンの歌なんですけど。違う。違います。じゃあ最後、バチとモーちゃん締めていただけますか。大丈夫ですか。これで間違ったら可能性。負けでいいよ。もうやばい。負けでいいよ。はい。チームオブガロ。あれ違う。もしかして違う。チャンスだ。チームじゃねえよ。あ、チームじゃないよ。チームじゃねえ。アルファベット。アルファベット。マジで。マジで。そういうことしたんだ。分かった。こいつバカだ。学童差が出てる。学童差。どうした。いいっすか。いいじゃない。チームオブガロー多分読み方違うでしょ。ってことだ。ゼムでしょ。ゼムオブガローじゃない。違う。頼む。ヨウスケさん。全然意味わかんない。いい、はい、どうぞ。テーマオブガローでしょ。はい、正解。最後正解。なんだ。ゼムじゃ。あのね、楽のあれが出たら始まるの分かった。テツさんの英語力が少なくて助かった。マジで。いやいや、言ってよかったっすよ、ヨウスケさん。みんなパチンコしかできなすぎなのよ。ということで、結果発表いきたいと思います。後半戦、赤組7ポイント、青組4ポイントということで、後半戦勝者は赤組です。ありがとうございます。しょうがない、これはもう皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ドキドキするやな。おそれはヒゲさんの感想ですよね。この言い方。聞いたことある。今回ここで話しているのはどっちが好きか嫌いかなんでしょう。ああ強いぞあの人。いいぞ。これはおかしいぞ。え
チューンってなった魔界チャンス取りましたね。もっと雑談やりました。頼む、いくな。うわー、おチーム対抗の結果発表をしたいと思います。さあ、衝撃感謝祭前半戦いかがでしたでしょうか。ステージ上の熱いバトル、皆様にも伝わりましたでしょうか。そして動画をご覧の皆様にここで朗報です。イベント来れなかったよというそこのあなた、今回ですね、この衝撃感謝祭の大抽選会でご用意させていただいたこちらオリジナルガログッズ4点、こちらですね、今回動画用にご用意しております。今回はこの中からアイテム2点ご紹介していきたいと思います。まずはこちら、雨宮監督書き下ろしガロ10機種目記念ロゴ入りオリジナルパーカー。はい、ということで、まあもともとですね、めちゃくちゃかっこいいガロというコンテンツなんですけれども、今回雨宮監督がですね書いてくださったこのよりスタイリッシュなロゴ入りのパーカーとなっております。こちら後ろもですね、このようにガロのフェイスが、描かれているということで、こちらですね、普段着としてはもちろん、パチンコホールさんにですねガロ打ちに行く、勝負しに行くというですね、まあ、勝負着としてもぜひご活用いただければと思います。こちら10名様に、プレゼントさせていただきますが、 M と L、2サイズご用意させていただいておりますので、こちらですね、どちらを希望か、ご記載ください。続いてはこちら、1、2、24金加工雨宮監督書き下ろし10機種目記念ロゴ入りオリジナル金バラー。さあ今回のですね、こちら、全部で4点のアイテムの中でもですね、まあ、特にね特徴的な豪華な一品となっております。24金加工がされたですねお皿に雨宮監督のですねロゴ入りのお皿、いやこれなかなかですね、逆にもう綺麗すぎて素敵すぎて使いにくいというところなんですけれども、何か特別な日にですねちょっと贅沢な気分で使ってみてください。もちろん飾っておくのもありですよ。さあ本日ご紹介したこの2アイテム、応募方法は概要欄にも記載しておりますが、そしていよいよ次回は衝撃感謝祭後半、さらに白熱したバトルを皆様ぜひご覧ください。残り2種類のアイテムプレゼントもあるので、こちらもお見逃しなく。それではまたお会いしましょう。スイッチオン、後半戦もお楽しみに。